まずはこいつからだ。資格は渡さん。お前が眠りに入ったら俺様がお前の心と体を乗っ取り、お前ら人間どもを皆殺しにしてやる。でもお前は僕の里を守るためにいるんでしょ。誰が好き好んでお前らなんかを守るか。なんで上役になってもらえ、こんな薄気味悪い坊主の見張りをしなきゃならんので。お前はもう自分の名前ですら呼んでもらえなくなったな。それは別に良いのです。あなたが私の本当の名を知ってくれていますから。どのみち私はあなたと離れた途端に死んでしまいます。人中力ですから。そもそも人と獣、それらを分ける必要はないのです。人の心とは自鏡ですが、元来人間の持つ裏の心は受け入れ合うことを望んでいるの。やっぱ陸道仙人のジジイに似てるな。ありがとう。今まであなたからいただいた言葉の中でひときわ嬉しい言葉です。やつが他にいるとは思えねえがな。きっといます。その者の裏の心を受け入れた時、あなたも悟るでしょう。私の死が私の手に刻んでくれた言葉の意味を。だが人中力であったからこそナルトに会うことができた。お前に感謝することが一つだけできた。俺様のもとは絶対もうやだ。何も分かっちゃいない。